白バイ隊員。白バイ隊員とは、主に都道府県警察本部交通部交通機動隊、高速道路交通警察隊に所属して一般に、白バイ乗務で活動する警察官と、航空警察本部に所属する航空護衛官のこと。正式な位置づけは一警察官であり、白バイ乗務だけでなく、他の業務も多い。白バイ隊員は、晴天時の日中は、主として、 幹線道路、交通事故多発地点、高速道路などにおける交通違反の指導、取締りに従事する。他方、展示や夜間になると、含む規定に基づいて、白バイ乗務は止め、代わりに、パトカーに乗務し、ケーラ、パトロール活動にあたることも多い。また、晴天時の日中であっても、デスクに向かう業務、いわゆるデスクワーク、反則ギップなどの整理。 活動日誌の作成などもある。重大事件発生時には緊急配備が発令される場合があり、指令のもと協力にあたる。白場合隊員に限らず、所轄の交通課は警察車両による機動力を武器に現場最前線であらゆる警察活動をサポートする役割も担う。交通課や地域課は市民生活に密接した警察活動を行うため、 事件や事故に遭遇する確率も高く、犯罪防止、抑止や犯罪捜査にとって非常に重要な存在。特に、白バイパトカーミニパトは、機動力に優れているので、刑事に捜査協力しつつ、刑事事件の逃亡犯や指名手配犯などを逮捕する機会も多い。また、交通課のパトロール活動は、刑事課や地域課と連携して行っており、 不審者を認知したらすぐさま関係各所へ連絡できるせいが敷かれている。白場合隊員は二輪車という機動力を活かして緊急配備や被疑者の追跡に適しており、事件が発生した場合は、刑事課や地域課と同様、すぐに警戒体制に入るよう訓練されていて、装備品に一般の警察官同様、拳銃を携行させている場合もある。手錠、警棒などといった、 装備品はほぼすべての白バイ隊員が傾向しており、木の長い警棒では邪魔なので、従来から特殊警棒を持っている、交通会員は拳銃を持たない場合もある、職務の性質上必要ない。現場での白バイ隊員の業務は、交通違反で取り締まられている、最中の、感情的に動揺した人々に直に接する、立場なので、他の交通会員同様に運転技術や放置式など、 だけでやっているといった類の業務ではなく、対人スキルも要求されている。交通違反の取り締まり業務に限っても、その目的は単に違反ギップを切るといったものではなく、対局的には、交通に関する法規を遵守する市民を増やし、交通事故被害者が少ない社会を実現していくことで、あるので、そのような大目的を忘れず、一般市民の感情にも配慮した上で丁寧な、 言葉を慎重を選ぶなどの話し方の技術や笑顔を見せる気配りも必要である。その上で将来の違反者を減らし交通事故被害者を少しでも減らすために様々な態度や個性を見せる違反者を忍耐強く指導してゆく力量、度量が求められている。なったばかりの比較的若い白バイ隊員ではこの対人スキルの面で苦労したり悩む例も多い。 現場では白バイ隊員には相手の状況や感情や態度を考慮した話し方の技術、笑顔を見せる、気配り、物腰、目でコミュニケーションを取るためにサングラスを取るといった配慮も要求さる。白バイ隊員は交通違反をした人を単独で取り締まり、フェイスとフェイスで指導することになることも多い。ドライバーの中には様々な性格の人がおり、 白バイ隊員の対人スキルが未熟では、取り締まられたということよりも、むしろ白バイ隊員の態度が原因で、感情的に反発したり、中には激高する人もおり、業務が実際上進めづらくなったり、せっかくの指導の効果がなくなってしまうためである。あってはならないことだが、白バイ隊員が、取り締まり方法、説明などで万が一間違いを起こした場合は、速やかに上司に報告し、 住民の理解が得られるよう適正な措置を取ることが求められる。特に白バイ隊員が違反者にサインを強要するなど感情的に接したりすることはあってはならないことである。また、一般のライダーの模範になるような走行を実行することが大切とされる。道路交通法を徹底的に遵守するよう指導されている。また、環境問題にも配慮して、 余計な空ぶかしをして、騒音を立てたり空気を汚したりはしない、アイドリングストップを行う、等とうすとべてにおいて、模範となる振る舞いをすることも期待さている。白バイを用いた各業務にあたっては、警察官であっても特別な訓練が必要である。白バイ隊員になるためには、厳しい訓練の後、バイクを体の一部と同じように操れるようにならなけれならない、としている。 白バイ隊員となってからも、日々運転技術の向上を図り、最低月1回以上の訓練を行い、一般ライダーの見本として任務に当たる。また一般に、任務に当たる白バイ隊員は、危険も伴うことから、一般のドライバーやライダー以上の技術を要求される。また、災害などの場合も想定した訓練を行う。白バイ隊員は日々勤務前の運行前に点検。 ハンドルブレーキタイヤオイル、燃料など各部の点検を欠かさない。車両使用後も点検、洗車を確実に行うが、資源、環境保護など配慮しみず、洗剤を無駄にしないため、ホース使用した洗車は極力控え、バケツで雑巾拭きを徹底することが必要とされている。各都道府県によって取り扱いが異なる場合がある点に留意。白は、 緊急走行時でなくても、もっぱら交通の取締りに従事する自動車として、展開禁止場所で展開できたり、通行帯規制に関わらず走行できたりと、一部の交通規制から免除される特例がある。ちなみに、この特例は、交通取締りに専従するパトカーについても適用される。しかし、交差点や歩道などの法定駐車禁止場所では、免除はなく、交通事故で、 交通整理を余儀なくされている場合など緊急時などを除き、駐車違反が適用される。刑法35条、法令または正当な業務による行為は、罰しないは適用されない。しかし、これらも都道府県条例で特例が認められており、罰せられることはない。交通マナーの良き見本となるため、市民感情にも配慮し、通常走行中は、制限速度減収は、元より、 信号機のない横断歩道でも、横断歩行者最優先を貫徹するなど、すべての交通規制に従う必要がある。警視庁と、道府県警察本部すべてで、訓令、通達等で職員に、模範となる運転を指示している。パトカー白バイの後ろは、大渋滞と揶揄されることがあるのはこのためで、追い越した瞬間に、速度超過が成立する。通常の取締り時にも、特例に甘んずることなく、 交通法規に従う必要がある。皇族の乗車する乗用車を先導ないし両側に付き添う形で皇族の経営に従事する。白バイによる経営だけでなく、牙による経営も行う場合がある。陸上自衛隊の警務隊は白バイを配備しており、警務活動に使用している。近年では、女性の白バイ隊員も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。